今回は、2023年種崎渥美選手権、お送りします。種崎渥美選手権って何？今年を代表する声優さんといえば種崎さんを置いて他にいないと思うんだよね。確かに、去年のアーニャ役への抜擢から今年にかけての快進撃はすごいよね。というわけで、2023年に放送、配信された作品に登場した種崎ボイスを集めてみたよ。どこかのチャンネルのパクリじゃん。パクリとか言うな。それでは早速本編をどうぞ。アーニャ、あのお船に乗って大冒険に出ようと思う。勇者アーニャに抽選券よこせ。はは、聞け。アーニャ、お船の旅当てた。まあすごい。アーニャ、海行ったことないからワクワク。今度はお留守番。殺し屋バトルのお仕事。母を困らせたらダメ。お出かけ我慢しろ。お前も本当はそう思ってる。沈まない。わからないのか。お前は運命に負けたんだ。僕一人じゃない。僕をここに送り込んだジョリンお姉ちゃんの意志だ。ウェザーも FF エルメスアナスイ、それにジョータロウさんもだ。みんな未来なんか知らなくても覚悟があった。覚悟ができていなかったのはお前だ、プッチ。正義の道を歩むことこそ運命なんだ。僕の名前はエンポリオです。標的は2階共用廊下か。大丈夫？怪我はない？あ、人間一の連絡遅えぞ。敵の弱点伝えろよ、こら。え？ねえだと？君、スマホは校内で使用禁止だよ。すみません先生、母方の祖母が危篤みたいで、どうしても連絡したくて。あ、そういうことなら、まあ。ありがとうございます。おい、まなんかねえのかよ。だから人間は使えねえって言われんだよ。金型つぐみです、よろしくっすよ。はいはい、フィギュアからメカまで何でもお任せあれ。あ、隊長、暇なら接着剤買ってきてください。隊長、私の助手にならないっすか？ちょっとこのまま買い物してってもいいかな？ヤスリ切れちゃって。ダメ？ルーは人の言葉も喋れるんだぞ。すごいだろ。魔法なんだ。お前、なんでママの体に触ってんの？ルーちゃん、おしゃべりできるんですね。え、おお、本当だ。ルー、ママとおしゃべりしてる。ママはルーのだもん。ルーもやる。兄上様は一体何者なのですか？フレイにお聞きしたいことがあります。兄上様はお二人いますか？一体どういうことなのでしょう？フレイは兄上様の正体を知っているのですか？承定しちゃいます。マーベラス、プリティ、ラブ&ピースです。エクスプロージョン。ふぅ、何、落ち着いてるし早く謝った方がいいし。大丈夫だ。男前だし、相沢友と金髪おっぱいがいるし。マジで絶対隣に並びたくないし。いらっしゃいませ、ご主人様。おごりだし。おさっさと飲んでとっとと帰るし。え、急に呼び出してごめんね。いえ、僕も最近体の調子が気になってたので。健康には何も問題ないから安心して。一応体を冷やさないようにと。急な運動は避けてね。忘れない、みんなのこと、一緒にいたこと、戦ったこと、助けてくれたこと、絶対に忘れない。ずいぶん冷静だな。お前にはどんな記憶があるんだ、トゥービー。緑色の少年、おとなしく従えば手足は残してやる。動いたな。勝ったとでも言うわけねえだろ。繰り返すだけだ。キラキラ輝く星だけを見せられ、
また誰かが真実に蝕まれる。オールフォーワンの支配する未来の方がまだいくらか住んでるだろうぜ。エリアス、出会った時あなたはどうして私をお嫁さんにするつもりだなんて言ったんですか？始まりがどうであれ、あなたが私を手放せないと思ってくれるのが嬉しいと思います。たくさんの人と関わって、いろんな人に助けられて、私が思ってるよりもずっと世界は広くて、エリアス、これからはあなたの隣で一緒に歩いてもいいですか？え？篠山ポルカ殺しから手を引いたのは本当よ。あいつらこっちを見下す感じがして嫌いだったし、彼は子供に甘い。そんな弱みがあるなら御した方が楽よ。私よ、くどいわね。その件は昨日も説明したはずだけど、篠山ポルカがただの高校生？冗談じゃない。その言葉を信じたせいでうちのスターが一人死体になったのよ。今重要なのは嫌な客が一人減ったってこと。さあお祝いしましょ。ところでレイ、文化祭は何するんだ？メイド喫茶です。メイド喫茶？メイドの喫茶店？私がメイド服を着れば効果は抜群なのでは？お帰りなさいまし。師匠がメイド服、面白い冗談ですね。ゴリラにメイドはできないでしょう。あ、殺すぞ。大変申し訳ございませんでした。よし。正午の弟が女の子を家に連れてきたんだが。太陽、何なのその子？どんな関係？どんな関係？あらあら、照れちゃってまー。かわいい。こんな服もらえないです。いいよいいよ、どうせ私のお下がりだし、西村さんが着ないならうちの弟に着せるだけだし。クラスのみんなに笑われちゃいます。なんで？すっごく似合ってるのに。遠慮しないで着たい服着ればいいんじゃない？それでもし意地悪されるようなら、うちの弟に助けてもらえばいいからさ。それでは今日から私の次女になってもらいます。マオマオのおかげで助かったわ。お役に立てて何よりです。いいマオマオ、あなたは私の次女なのよ。ありがとうございます。えい、お化粧しましょう。とびっきり可愛くなっていらっしゃい。私だけの次女じゃなくなったじゃない。マオマオならあるお方と一緒に行ってしまったわ。お3日間の里帰りへ。うわ、好きなの？わあ、はい、私クローズとワーストの大ファンなんです。パス誰？私だけど、わざとじゃないし。何笑ってんだよ。だからわざとじゃないって言ってるじゃん。わかってるけど、一言あってもいいだろ。何も言わないと逆にわざとだったんじゃないかって誤解されるよ。ちなみにフリーレン様は何をプレゼントするつもりなんですか？とっておきだよ。服だけ溶かす薬。男ってのはね、こういうの渡しておけば喜ぶんだよって先生が言ってた。何、フェルンも興味ある？この下品な薬、買った時に私返品しろって言いましたよね。私は500年以上生きた大魔族だ。アウラ、お前の前にいるのは1000年以上生きた魔法使いだ。アーニャとフリーレン以外にも2023年だけでこんなにたくさんの作品に出演してるんだね。子供時代の声や短編アニメなどを含めれば、これ以外にもまだまだたくさん出演しているよ。転校生がグイグイ来るの高田くんのお姉ちゃんとか、ともちゃんは女の子の小川さんとか、なんかすでにめっちゃ懐かしいんだけど、戦国大魔教の青島さんとかね。ああ、確かにやってたねって感じだよね。今期アニメにもたくさん出てるけど、中でもアンダー忍者の鈴木役が異色だよね。編集者と女子高生の顔を使い分ける女忍者だっけ？
クールな大人のお姉さん、ぶりっ子、ヤンキーと一人の役の中でいくつもの声色を使い分けてるよね。アーニャともフリーレンとも全然違うし、本当に演技の幅が広い声優さんだよね。皆さんはどの種がきボイスが好きですか？過去の放映作品でもいいのでコメントしてね。私はやっぱり、青豚、の双葉リオちゃんだな。私は、リリー、だな。それではまた次の動画でお会いしましょう。